えい、たけさん、こんにちは。元気ですか？はい、元気。じゃあ今日よろしくお願いします。インタビュー2006年だったね。2006年、そう、回戦2006年。残念だったね。2人ともに。そうね。直線の相手では、また勝つ自信ありましたか？最初そうね、直線向いて、まあ、先頭立ちました、はいはい、多分大丈夫と思ったけど、うん、日本の時はそこからもっと行く、はい、でも、はいはい、あれちょっと足りない、ちょっとそうです、ね、いつもじゃないと思った、はい。じゃあ僕もあのプライドの上でそう、ね、まあ、ディープインパクトがめちゃくちゃ強いと思ったから、うん、あのずっとマークしたかったね、直線では。でも、まあ、残念ながら、うん、ラスト 300m はいつも通りの走はじゃなかったね、うん、できなかった。ショックだった。そうね、やっぱり、うん、ショックだったね、うん。ディープインパクトで勝てると思ってたから、うーん、ちょっと残念、すごく残念で、うん。その日はどんな雰囲気でしたか？競馬場、うん、競馬場はもうなんか、まあ、ライカージャパン、そう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 みんな覚えています。ディープインパクト服着て、あのナショナルフラッグ持って、はい、すごかった。まあ、それがあなたにとっていい気持ちだった。まあ、僕は良かった、うん、もう本当にそれは嬉しかった。だけどちょっと馬のコンディションは、うん、あまり良くなかったね。良くなかったね。1週間前、うん、1週間前追い切りで、ロンシャンの追い切りでちょっと良くなかった、はい、あ、そうですか。ちょっと馬はコフして、あ、なるほど、うん、なるほど。じゃあ、ただ一旦出ましょう。ポジションセパティだから、まあ、さっき言った日本のファンが多かったけど、ファンからのプレッシャーをどう受け取りましたか？そうね、まあ、もちろん、まあ、もし勝ったら、うん、やっぱりみんなと一緒に喜べる、喜ぶ、はいはい、それは嬉しいけど、もし負けたらみんながっかり。まあ、それは思ったけど、うん、でももし普通のレースできれば僕は勝てると思った。はい。Two champions of the Japanese turf, Takeyu Taka and Deep Impact reach aboard closing fast with Dream Passport. Deep Impact losing slightly ground, getting near the fence, but goes on and wins by 3.5. 残念ながら、2年前、亡くなりましたね、うんうん。改めてどんな気持ちでしたか？その死んだ時はまたショックだったし、まあ引退し。レース引退した後も、うん、あのスタリオンで、うん、すごいもう本当にレジェンドスタリオンだから、人気だったね、うん、もう子供が全部走るからすごいスーパーサイヤーだったし、うん、でもそうね、ディープインパクトの子供で、まあ、凱旋門賞また行きたいと思って、うんうんうん、その後僕は絆で、はい、うん、ディープインパクトの子供の絆でトライできて、うん、すごく嬉しかった。良かったですね。多分、まあ、日本ではみんな、うん、ディープインパクト寂しいですね。そうね、今はみんな寂しいね。はい、まあ多分 あなたのアンサーが分かるけど、まあ、ディープインパクトは豊さんが騎乗した馬の中で一番強い馬でしたか？ああ、そう、 もちろんベストホース、うんうん、そう、まあストロングポイントはもうとにかく走るのが大好きで、はい、もうビッグスライドで、もう体はコンパクトだけど、
もうスライドはすごく大きくて、そう、うん、もうやっぱり僕にとって彼の走り方は、うん、本当に素晴らしかったね、うん、もう別の馬、他の馬と違う、全然違いましたね、うん、はい、すごい綺麗だった、ね、そう、そう、もうデビューの時からすごかった、うん、凱旋門賞は何十年にわたり何が変わりましたか。日本のホースマンにとってすごく変わった。あ、そうですか、うん、僕が初めて乗った時はそのホワイトマズルで出た時、うん、あまり知らなかった、うん、日本人は凱旋門賞、はい、まあ、ファンはみんな知らない、知らなかったね、うん、だけどだんだん夢慣れすになりました、ね、で僕はいつも日本でインタビューで、うん、あ、僕の夢の、はい、一番の夢のレースですっていつも言ってて、そうするとやっぱりファンもみんな毎年テレビで見て、はい、うん、今はもうみんなもうドリーム、そう、だからまあ凱旋門賞は日本馬がまだ勝ってなかったけど、うん、あのもうすぐと思います。そうね、はい、いつか勝つと思います、うんうん、今日本当にありがとうございました。 ありがとうございます。今年も、うん、あの凱旋門賞で頑張ってください、はい、頑張ります、応援します、ありがとうございます